から早速映る MM さんが来てくれています。どうぞどうぞステージの上にどうぞ、拍手でお迎えください。どうしたどうした、なねえ、ちょっとこれ言ってみんなに。あ、ずるそうでこけた。はい、転んじゃった。まあ、子供ですから、でもね、子供はいいのよ、すぐ治るからね、大人の皆さん大人の皆さん、そうだね。今日動画でね、みんなに見てもらうんだけど、この動画で、ね、撮った時のこと覚えてる？怒ってたのか。そうか、まあ怒りを音楽にぶつけるっていうのはかっこいいんじゃないかなって思うんだけど、お母さんどうですか？まさか手を怪我すと思わなかったので、本当に、ね、今日の動画は練習の風景を撮っただけの動画で、まだ出来上がっていないので、ちょっと優しく審査をよろしくお願いします。はい、でもね、本人が一番ね、ちょっとショックなところはあると思うので、そんなこともね、皆さんに伝わるんじゃないかなと思います。では動画、しっかり楽しんでいただきます。ありがとうございました。一緒に見ててね。はい、MM のお二人でした。動画の準備は OK でございますか？はい、ありがとうございます。それでは MM の演奏からお楽しみください。家庭では愛が全然受けられないので、はい、ちょっと今日の皆さん方本当に家
そこはすごいなと思って、うん、これは僕一番憧れちゃいますので、はい、僕は皆さん憧れる人ばっかなので、はい、ちょっと非常に寂しい人生を送ってるわけで、本当に今日はね、子供たちが聞いてますから本当に癒されておりますので、はい、本当に良かったです、はい、伝わったというところですよね、はい、ありがとうございます。森さん、いかがでしたか？練習動画でこうやってオーディションに載せる状態まで持ってきてるっていうのが、うん、そもそもすごいなと思いましたし、ちゃんとタイミングを合わせるところで、お母さんの方ちゃんと見てちゃんと弾いてるところもあったので、多分ちゃんと合わせようっていうところも見れましたし、とっても息が合ってて良かったなと思います。はい、ありがとうございます。みーちゃん、手が治ったらまた戻ってきてね。みんなで待ってますよ。ありがとうございました。